5月8日日曜日、ゴールデンウィーク最終日。今日は天岸川の鯉のぼりを見に来ました。天岸川には毎年鯉のぼりがいっぱい、飾られています。橋の上も鯉のぼりがいっぱい飾ってあります。おお、鯉のぼり、橋2本分くらい向こうまで、鯉のぼりがいっぱい飾ってあります。これを見ていきます。ここは、天岸交差点で、右行くと宇検ビーチとか野鳥の森自然公園があります。これを鯉のぼりの方に向かって歩きます。左に曲がります。鯉のぼりが吊るされている。今年のゴールデンウィークは沖縄はもう梅雨に入っていて、なかなか天気が優れなく日が続いています。今日も曇りなんだけど、今の時間は雨降っていなくって、午前中とか雨少し降ってましたけど、今は雨も上がって少し散歩できる状態になっています。去年歩いた時は綿みたいなのがいっぱい木についていたんだけど、綿の木はなんか今年はないです。あ、屋台も出ています。かき氷美味しそう、食べたいな、暑いから。これは何だろう、鯉のぼり、子供の世界学童クラブ。去年は春く行って、うなぎが泳いでいたんだけど、今年もうなぎが泳いでいます。こっからだと遠くて映んないかもしれないけど、結構長いうなぎ、1メーター近くあるんじゃないかな、うなぎ泳いでいます。天岸川すごいな、うなぎが毎年泳いでる。整備された道路の反対側、砂利道側を歩いています。鯉のぼり、こっちにも鯉のぼり。ムーチーの葉っぱがいっぱいできています。
スーパーに季節が来ると売ってるけど自然にもいっぱい入っています。すごいな。鯉のぼり、ここにも鯉のぼり。これ川の向こう側につながっているんだけど、どんな風に持ってくるのかな。一回川を下って紐を持ってくるのか、どんな風にかけてるのか、ちょっと疑問に思います。結構背の高い植物あるけど、これサトウキビなのかな。結構背が高いです。去年はここで、ウナギが泳いでるのを見たのかもしれないですけど、今年はここはウナギ泳いでいないです。沿岸川の方を見たら、大きいテラピアが、泳いでいます。見えるかな。動画だとちょっと見えづらいかもしれないけど、2匹いるからペアかな。1匹いなくなっちゃったな。結構川の向こう側にも大きいティラピアが巣を作っていっぱい泳いでいます。赤田地橋、沿岸側の鯉のぼりいっぱい泳いでいます。こっちの方はもうあと2本鯉のぼりロープが張っていますけど、ここから下流に向けていっぱい、鯉のぼりが張られています。
2022年の天眼川の鯉のぼりでした。多分明日には外されちゃうと思うので、今回はこれで見納めです。はい、動画視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。